はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。前回、前々回でね、自己紹介と、ハレルヤのパックの動画ね、出させてもらったんですけども、一応本来の趣旨として、MTG 投資部ってことでね、一応今年から、その投資対象とかも、あの動画を通じてね、発信できればなとは思ってるんで、今ちょっと今年の分の、投資したものっていうのはないんですけども、投資ではないんですが、僕がその、昨年ですね、僕の方で、これは価値があるだろうと、自分の当時はその投資だけじゃなくて普通に使えるものっていう意味も含めて買ってたものがあるんで、ちょっとそれを紹介できたらなというふうに思ってます。でね、僕が今のところすごい投資対象として魅力的に思ってるのは、アルティメットマスターズの、トッパーですね。皆さんもご存知だと思いますし、アルティメットマスターズ、開封動画とかで向かれてる方も非常に多いんで、で、かなり魅力的なことも皆さん分かってるかなと思うんですけども、まずじゃあちょっと1枚カードを出しつつちょっと説明していきますね。はい。こちらですね。はい。こちらはキッチンフィンクスのトッパーですね。こちら僕は、実際いくらぐらいで買ったかな？実際向いて出したものじゃなくて購入したものなんですけど、3000円ぐらいだったかな。で、購入したものです。この絵は別にその金額動向ではなくて、単純にキッチンフィンクスよく使うっていうのと、昔からほんと使ってるカードでかなり好きなので、購入したカードにはなるんですけども、で、これちょっと、キッチンフィンクスを使いながら、突破の説明させてもらうと、突破っていうのは、この間のアルティメットマスターズで一応初めて登場した新しい形のフォイルというかプレミアムカードですね。で、今までのマジックのカードって他のカードをちょっと例に挙げるとなんですけども、こちらは普通のフォイルでも何でもないカードなんですけど、こちらが普通の通常版のカードですね。で、こちらがトッパーになるんですけども、何が違うかというと、普通のホイールっていうのはこれが光ったものがホイールになるんですけども、こっち、トッパーっていうのはこの横のね、枠が拡張アートみたいな感じになってるんですよ。で、かなりその絵が広くって、その見た目も大きく変わらない、大きくは変わらないんですけど、その変わらない範囲でその特殊感っていうのを出してて、個人的にはね、すごい好きなんですよね。今までそのトレジャーとか、いろんななんかそういう、ちょっと形の変えたホイールっていうのがあったんですけど、この枠が変わりすぎないっていうところがね、僕としてはかなり魅力的に映っていて、デザイン的にもいいなと思っているんですけども、で、このトッパーが高くなるだろうなと思っている理由としては、まず、マジックの公式として、今後、その、アルティメットマスターズ、あれですね、マスターズシリーズですね。モダンマスターズ、アルティメットマスターズ、アイコニックマスターズ、マスターズシリーズの、販売を、当分は休止すると、発表していることがまず一つです。で、今回初めてトッパーっていうものが出てきたんで、今後別にそのマスターズシリーズじゃなくても、普通のボックスに出てくる可能性っていうのはもちろんあるんですけども、今日は一番最初に初めて出た、トッパーということもあって、かつマスターズシリーズっていうのもあって、古いカードなんですよね。ここで選ばれてるっていうのは、再録のカード、今まで使われてたカードの、トッパーっていう形でこれが出ているので、今そのトッパーになってるカードが、再びトッパーになるってことはもう間違いなくないとは思うんですよね。今回だけ。っていうこともあって、このトッパーっていうのは、かなり希少価値が高くなるんじゃないかなというふうに思ってます。で、一つ目が、キッチンなんですけども、他のものを、ちょっと購入したものを説明していきますね。まずは、キッチン。で、もう一つは、大爆発の魔導士ですね。こちら3枚あるんですけども、こちらは1枚だいたい6000円ぐらいで、落札しました。確かメルカリとかオークションとかだったと思うんですけど、で、落札しました。これに関しても、購入した理由は、6000円っていうものが、その大爆発の魔導士の価値に比べて安いと思った部分もあるんですけど、単純に大爆発の魔導士が欲しくって、通常版の大爆発の魔導士も持ってなくって、で、今回ちょうど、アルティメットマスターズ出て、値下がりしたところで買おうかなと思ってたら、これが突破になっていて、まず6000円という価格だったので購入しました。で、こちらに関してもね、デザインが新規イラストになってるんですよね。
前田山笠間同士ってあのローリン、あれはシャドウムアかな、シャドウムアの時に出たのが初めての、タバコさん戻しちゃったかなと思うんですけど、ここから新イラストがあって、僕小さいイラストで言っちゃうとね、正直昔の方が好きだったりはするんですけど、あのまあ別にこれもかっこいいんですけどね、昔のやつ本当はあのそれこそスタンダード時代から僕使ってたんで、結構親しみがあっていいなというふうに思ってるんですけど、まあ、タバコさん戻し欲しかったんでっていうのも込みで、1枚6000円で3枚購入しました。はい、こちら2つ目のトッパーですね。で3つ目、でこちらがね、結構僕的には奮発したんですけども、ノーブル貴族の教習ですの突破ですね、4枚集めました。こちらなんですけど、もうこちら買ったるとねかなり長いんですけど、まずちょっとあの価格から説明すると、実際これは、平均で言うと1万500円ぐらいですね、1枚あたりで買いました。でこれをまあ買った理由に関しては、単純にノーブルを使うデッキをほぼ使っている僕自身は、今は僕自身はあのモダンをやってるんですけども、モダン使うデッキでも僕緑がすごい好きなんで、あの緑使おうと思うともうほぼ入ってくるんですよね。そのコンボデッキとかそういうなんかキーワードに即してないデッキだったらほぼ入ってくるんですよ、ノーブルって。でもうスタンダードもそうですし、昔からずっと使ってるからなので、これはちょっと、まあ、投資も部分もあるんですけど、一生使えるなと思って4枚買いましたですね。でこちらはあの一番個人的には、投資価値として上がるかな、今後上がっていくかなというふうには思ってます。でまあ理由としては、単純にやっぱ需要ですね。でさっき一番冒頭に言ったみたいに、まあ、今後このノーブルが、この突破の形で、この世の中に出るってことはまず間違いなくないとは思ってますし、ノーブルってこれ1枚だけデッキに入れることとかってないんですよ。基本的に使うとしたら4枚入れるカードなんで、4枚セットで必要になってくるカードなんですね。で、やっぱ1枚だけトッパーとかだと、トッパーを集める意味があんまりないというか、まあ、せっかくだったら4枚集めなくなるカードではあるので、今後値段としては上がっていくかなというふうに読んでます。で、これはね、まあ、今でも、僕1万500円くらいで買ったって言ってたんですけど、そのオークションの落札の動きとか見てても、今1万2000円とか、1万2500円とかでも、実際買う人とかもいるんで、ちょっともうすでに値上がりし始めてるんで、もし欲しい人がいたら、先に購入しておくことをお勧めします。はい。でこちら、ノーブルですね。はい。で、最後ですね。最後は、こちらになるんですけども、こちらは僕が、アルティメットマスターズを、ボックス抜いた時に出てきた、突破になるんですけど、まあ、僕、アルティメットマスターズ実は1パックしか抜いてなくて、まあ、これもね、なんかの動画で説明する機会あったらいいなと思ってるんですけど、実際は、5箱買ってます。で、あと4箱はまだ開けずに眠ってるっていう感じですね。で、これもちょっと投資部始める前の自分の中での投資として、あと今後に向けて買っといたっていう感じになります。で、これが一番最初、まあ、少なくとも一番最初に向いた、突破になります。で、それがですね、こちらですね。リリアナ。これは、ちょっと僕も途中来ましたね、実際向いた時には。あのね、これ、まあ、向いた、これ、ちょっときっかけもあって、その、マジックのこう動画やろうかな、なんていう風に思った部分もあったりする話で、実際これがちょっと向いた時は動画に収めれてたら、かなりすごい面白い動画になるんじゃないかな、と個人的には思ってるんですけども。で、あ、補足になりましたけど、一応リリアナの今の、価値ですね、で言うと、大体、落札されてる価格で言うと、3万3000円ぐらいだったら落札されてますね、今の感じだと。普通の販売価格、お店のそのハレリアさんとかの参考価格で言うと、だいたい3万8000円ぐらいはするんですけど、まあそのオークションとか、ちょっと安めのとこ行くと3万3000円。で、まあちょっと前までは、3万円ぐらいがその目安、落札されるかされないかの、だったんで、またちょっとずつレリアの曲がってきてるのかなという気がしてます。なんでね、まあ、僕もちょっとね、もうちょっと欲を言えばというか、まあ、投資的に見るんだったら、そのこいつも結局突破なんで、このように、まあ、この段でしか多分出ないとは思うんで、もうできればね、本当は4枚揃えたいんですけど、なかなかね、まあ、ちょっと経済的にも難しい部分もあるんで、まあ、本当に安く売ってる時があったら、そこちょっと狙って僕も買いたいなと、追加していきたいなというふうには思ってます。はい。
まあここがね、今僕がその熱いと思っている突破の紹介、でかつ僕が持ってる突破ですね。まあ、正直、まあキッチンフィンクスとかね、正直かなり趣味思考入ってるんで、大魔活も僕自身は今後6000円以上にはなるんじゃないかなと思ってますし、で貴族教師も間違いなく上がりますね。でリリアナも間違いなく上がると思います。でここに僕が持ってないもので今後ちょっとおすすめかなと思ってる、突破をちょっとだけ紹介させてもらえたらなというふうに思います。もう一つはこれも間違いないかなと思いますけど、春章の魔導士ですね。もう大人気、青使う人もう春章大好きですよね。僕あんまりその僕も青実際結構好きなんですけど、春章1枚も持ってなかったりしたんで、なかなかね使う機会がなかったんですけど、使われて本当にこいつ強いですよね。でかつこの間のモダンマスターズからデザイン変わりましたよね。めちゃくちゃかっこいい新刊の話になって、カードデザインのイラストアートもありますし、これも結局貴族の教師とねこれも同様で、使う時に関しては4枚使われるカードにはなるんで、でかつレガシーもモダンにも需要があるカードなんで、間違いなく春章の魔導士は上がるかなというふうに読んでいます。で次で言うと、タルモフィフ、まあこれも名前が上がってくるかなとは思うんですが、タルモゴイフはね、正直僕は全然価値はもちろん高いですし、ガーッと下がることはないと思ってるんですけど、僕はちょっと手を出さないかなというふうには思ってます。というのも、まあ、やっぱタルモゴイフってちょっと釣られすぎちゃったんですよね。今までの経緯の中で一番最初にの動画でタルモゴイフで投資の紹介の例を出してましたけど、それ以降もうほんとこのマスターシリーズが出るたびにタルモゴイフって釣られて釣られて釣られて、かつ今のちょっと、モダンとレガシーの需要の中でちょっと、使われる枚数ちょっと減ってきてるんですよね。なんでまあこれトッパーなんでそんなに価格っていうのは落ちないかなと思ってますけど、タルモゴイフって物の価値がもっとちょっと落ちていく可能性があるかなと思ってるので、今はちょっと手出しづらいカードだなと個人的には思ってます。で、まあ大体そんな感じなんですけど、あと個人的に買いたいなと思ってるのは、ニガバナですね。これもね、ニガバナがすごい僕も単純にカードとしてなんですけどね、思い出深いカードで、当時のロービンとか時代ですね、僕もフェアリー、ホクロフェアリー使ってたんで、もうニガバナ本当になんかむしろこう、でそのタイミングがちょっと高校生とかぐらいだったんで、まあ、青春時代の思い出というか、まあ、単純に、まあ、カードパワーとしても非常に高いですし、カードデザインね、これは新しい新イラストなんですけど、前のカードデザイン非常によくってむちゃくちゃかっこよかったんですよね。でかつ今回のカードデザイン変わりはしたんですけど、まあ、嫌いではないですし、まあ、いいかなと思うんですよ。前のやつがすごい良すぎたっていうのがちょっとあって、どうしてもあっちの印象が強いんですけど、まあこれトッパーっていうことで、トッパーっていう、まあ単純にプレミアムな価値がつくので、ニガバナで、かつまあ僕だけじゃなくて、もうニガバナのファンってすごい世の中多いんですよね、マジックやってる人たちで。で、かなり人気の中で、ニガバナが好きだからもうフィアリーずっとやっていこうって、使ってるプロの方とかもいらっしゃいますよね。で、カードデザインがやっぱ非常にいいんで、まあ、人気はなくならないカードかなというふうに思ってます。今だと大体、1万2000円ぐらいで、通販とかだったら出たりしますかね。で、まあ、僕的にはもうちょっとあっても、もうちょっといくかなっていう読みをしてるんで、まあ、1万円とかでもし買える機会があったらね、僕は買っていこうかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、僕の一押しは以上というか、まあ、他にもあるんですけど、まあ、まずとにかくはですね、その全体を通して、突破っていうものが非常に僕は魅力的だと思ってて、まあ、まず今後ちょっと手を出していきたい、まあ、ジャンルというか、まず安定性がかなり高いなと思ってるので、まず最初はまずギャンブルでなくて安定性かなと思ってるんで、この辺のね、突破をちょっと集めていきたいなというふうに思ってます。はい。という感じですかね。まあ、今回ちょっとトッパーだけの説明させてもらったんですけど、まあ、今後もこんな感じでね、シングルカードとかで、今回はこれ、去年買ったカードですけど、まあ、この要は動画チャンネル始めてそこから買ったカードとかっていうのは、今回これをこんだけ買ってみました、で理由はこう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 ですみたいなのをやっていけたら面白いんじゃないかなと
思ってます。なんかちょっとね、むしろいやこうのがいいんじゃないとか、こういうのもあったら面白いなみたいなのがあったら、ぜひコメント欄にコメントいただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今回はこれまでにします。で次、前も言った通りね、福袋企画第2弾で、この間よりもねすごいやつ用意してますので、そちらをお楽しみにしてください。じゃあね、バイバイ。